この熱心に祈り、また祈り切っていきなさい。私は必要な示しを与え、また私の言葉の技を行うとおっしゃらされます。今年度においても、この人間的なこの計画ではなく、祈り聞き従うことによって多くの神のご栄光が現れたとしか言われます。さらにこの来年度においても、祈り聞き従いの土台をもとに神の計画が成就していくとしか言われます。さらにこの私の働きがなされるときに、人の力、また人の考えをはるかに超えてこの技がなされていくとおっしゃされます。あなたはこのその技に戸惑うことなく、忠実に私の導きを全うしていきなさい。主のご計画は、このリバイバルに向けて国内国外へとさらに教会設立をなし、多くの人々を受け入れる体制へと導かれているとしか言われます。さらに私の霊の働きは強まり、また働きは拡大していくことを覚えなさい。信仰の歩みを全うしていきなさい。またこのアンテオケ教会の御体の各機関が強められるように祈っていきなさいとしか言われます。一人が一部門一機関となっていくように、さらに働き人が与えられるように祈っていきなさいとしか言われます。叫べ全地よ。あなたは恐れることなく進んでいきなさい。私の言葉に立ち、また私の言葉を信じ、また私の言葉によって進んでいきなさい。確かにこの神の働きはこの進んでいく中で、この戦いは激しくなりますが、この教会の群れ全体において賛美隊として立てたという言葉に固く立っていきなさいとしか言われます。
この賛美隊というのはこのチームだけではなく改修賛美も賛美隊として建てられているがゆえに、その中で霊的な壁が打ち破られ霊的な足かせは断ち切られていくとしか言われます。さらにあなた方はこの霊の働きをこの賛美隊の賛美のうちに見ていくであろうとしなさいます。また海外宣教の働きにおいてもこれから賛美隊が同行しまた映像班が同行するというのが通常の形になっていくとしか言われます。またこの中でこの海外宣教の働きを大きく開くとともにまた大きく変化をさせていこうとしなさいます。特にこの海外宣教の働きがこのインターネットの働きをこの用いてオンタイムでこの映像写真というのがこの公開されていく中でこの新しい宣教の形というのが繰り広げられていくとしか言われます。 See his glory。受ける神を主が豊かに語り導いてください。イエスの名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。